これから耳鳴りについてご説明いたします。耳鳴りは非常に最近多い症状の一つです。では模型を使ってちょっとご説明したいと思います。耳鳴りの原因が非常に起こりやすいのはこの鼓膜から中の部分が非常に多いと言えます。特にここについている骨であったりとか中にある平衡感覚を司るところなんかには非常に多く影響を受けます。負担がかかる部位によって耳鳴りの状態ですとかめまいが起こったりもします。当センターではその原因がどこにあるのかを分析して耳だけじゃなくて全身の状態を拝見することで耳鳴りの改善に努めています。皆さんが考えるその耳鳴りというのは全身によって起こる場合も多いと言えるのです。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。